関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日は暑い夏のような日差しが注ぎましたね。東京都台東区から豆っちさんが豪月市のリポートをくださいました。日陰に入ると吹き抜ける風と風鈴の音色で涼しさを堪能できますといただきました。涼しげな風鈴の音が聞こえてきそうですね。一方、関東北部では天気急変のリポートが寄せられました。栃木県那須塩原市のももぼんさんによると、ザーザー降り始めました。少しゴロゴロ言いましたが、空は晴れて見えるし、温度的にも雷はひどくならないと思いますとご自分で空読みをされています。今夜も北部ではこのように変わりやすい空となるので、急な雨にはご注意ください。では明日の天気です。雲が主役で梅雨空が戻ります。午後には雨が降り出すので、お出かけには傘をお持ちください。今日の晴天は貴重でしたね。雨の降り出しや強さは各地のピンポイント天気で確認してください。それでは、ウェザーニュース。